教授、今話しているのは全部中国じゃないですか？一人の中国人教授が講義をしています。日本人は中国の助けがなければ3日も持ちこたえられないと言って、アメリカ人学生に殴られているようです。何があったのか一緒にご覧ください。こんにちは。私はイタリア人のエイデンと申します。私はコーネル大学で経済学を勉強しています。私は外国を経験してみたいと思い、アメリカへの交換留学生を申請することになりました。交換留学生として外国に行くことは本当に大きな幸運だと思います。旅行で滞在するとなると、宿を確保しなければならないし、また所属しているところがないので、生活は不安だし、お金もかかりますよね。でも、交換留学生は、まず学校に所属していて、寮生活もできるので、生活が安定しているのが、一番気に入りました。そして、学校生活をしながら、そこの学生とその国の実生活を体験できるのも良かったです。私は、ハーバード大学に行くということで、合格できないかもしれないという不安もありましたが、それでも成績が良かったので、6ヶ月間生活することができました。私は、ハーバード大学の学生は、何か違うだろうと思っていました。各国から本当に賢い人たちが集まっているところなので、きっと学ぶことも多く、すごい人もたくさんいるだろうと思っていました。しかし、学校生活をしているうちに、本当に無知だったり、話が通じない学生も、結構いることを知りました。その中で、私と同じ寮に住むことになった、中国人の H という学生は、本当に耐えられないほど、私を苦しめていました。彼はとても不潔なんです。H は、夜にシャワーを浴びないんです。昼間に汗をかいて入ってきても、寮で汗が乾いたら、その状態で寝るんです。そうなると、次の日でも、シャワーを浴びないといけないのに、その状態で、23日くらいは、シャワーを浴びません。そのため、上地の枕は真っ黒になり、彼の布団からは、汚い匂いが漂っています。それだけでなく、トイレも汚すので、上地と話すのも嫌になりました。せっかく遠い外国まで勉強しに来たのに、結局、ストレスで家に帰りたくなるくらいでした。そして、上地だけ特にそうなのかどうかわかりませんが、基本的なルールを守りません。私が勉強していても、彼は家族とスピーカーフォンで大声で電話をしています。私はそのせいで中国語が本当にうるさい言語であることを知りました。H は私が何度うるさいと手を振って話しかけても全く無駄でした。私は H ほど礼儀知らずな人を見たことがないと思うようになりました。彼はまた寮の部屋に正体不明の中華料理を買ってきて食べていました。食べ物を食べて一度もきれいに片付けたことがありませんでした。そんな行動をしながらも、H はいつも私に中国がいかに素晴らしい国であるかを説明しようとしました。奇妙な行動をする H を見ていると、私はますます中国という国が嫌いになりました。どんなに彼が中国が素晴らしい国であり、アジアで最高の国であると言っても、私はそうは感じませんでした。しかし、私が学校に通って感じたのは、中国人はみんな上司と同じような考えを持っているということです。みんな中国に対して極端な忠誠心を持っていて、中国以外の国は馬鹿にしていました。特に日本に対しては、ひどいと感じるほど、批判的で嫌悪感を抱いているようでした。しかし、そのような特徴を持っているのは、中国人の教授も同じでした。私たちの学科の講義は、経済学の授業なので、様々な国籍の教授がいますが、その中で、中国人の教授は、最初は経済学に関連した講義を行うように講義をしていましたが、ある時から、だんだん経済学に関連した講義ではなく、日本の経済状況や、日本経済の国家破綻などのテーマで、講義をする日が多くなりました。しかし、このような講義を聞けば聞くほど、私を含む学生が、不満を持ち始めました。なぜなら、中国人教授が他の話をするのではなく、日本のネガティブな話ばかりしていたからです。日本という国について、教授ほど知ることはできませんが、どうして一つの国がネガティブなイメージしか持てないのでしょうか。そして、日本という国については、今まで良いイメージを持っていたので、教授の話を聞いていると、少しイライラすることもありました。
時々教授の言うことが本当なのかと思うほど嘘の情報ばかりを話していたからです。特に私のような場合は中国人にかなり失望していた状態だったので、中国人教授の講義を聞けば聞くほどますます信頼が下がっていきました。ある日の授業で教授が突然、日本は実は中国がなければ3日も持ちこたえられない国だという話をしたんです。教授は学生たちに、実は日本という国は自力で生き残ることができない国なんです。今日本の状況は非常に困難な状況です。経済が崩壊している状況です。中国は以前から日本を助けてあげていました。多くの物資を送り日本が支えられるようにしてくれたのですが、特に今のような状況は中国の助けをもっと必要としていると言えます。今日本人は多くの人がホームレスになっている状況です。お金を稼いでも自分が使えるだけのお金を稼げないんです。そうすると家賃を払ったら残らないし、美味しいレストランでご飯を食べるお金もないんです。だから家もなくホームレスの生活をしながらどうにかしてお金を節約しようとしているんです。このような状況でもし中国が日本への支援をやめたら、日本は本当に大変なことになるんです。でもこのような状況なら日本は中国にすごく感謝すべきじゃないですか。それなのに日本は中国を罵倒しバカにしているんです。幸い中国が兄のように日本を寛大な心で見守ってあげているからこそ救いなのであって、そうでなければ今すぐにでも日本を滅ぼしかねないのです。今日本に行ったらみんな驚くでしょうね。経済が破綻した国ですから、国民も秩序がない状態です。日本の有名な場所や路上にはホームレスがどんどん増えていますし、観光客がたくさん集まる場所にもホームレスが現れて物乞いをしています。つまり結局観光客は危険にさらされていると言えます。もう日本は治安が良い国とは言えないということです。日本人は列に並ばず欲しいものを手に入れるために他の人を押し倒しています。そして財布や貴重品を見かけたら平気で盗んでいきます。日本は安全な国だと世界のメディアに嘘をついているので、外国人は日本に来ると安心して旅行に来ます。するとその瞬間、日本人は外国人のバッグや財布に手を出してしまうのです。もう日本は安全で清潔な国ではないということです。路上にはうんこやおしっこだらけなこともあります。犬の糞ではありません。トイレを利用する秩序がない日本人が路上でうんこやおしっこをそのままにしているから起こることです。日本人は恥というものが全く残っていない状況になっていると思えばいいのです。だから今中国に来る観光客は急増中ですし、日本人も中国に移民したいと思っている人が増えています。今私の講義を受けている学生の中で、もし日本への渡航を考えている学生がいたら絶対にキャンセルしてください。そして中国に行くことを検討してみてください。中国は今経済大国なので人々も平和で余裕があります。だから中国人は観光客に親切に接してくれますし、泥棒とか危険なことは起こりません。また中国にはたくさんの防犯カメラがあるので安心してくださいと言われました。馬鹿げた講義を聞きながら私は怒り始めました。先日別の講義で中国の防犯カメラの話を聞いたことがあったからです。中国は防犯カメラで個人のすべてを監視することができて、人の身元を把握して好きなところに使うことができると聞きました。また地下鉄の駅で個人のカバンを検査して取り締まるという話も聞きました。その講義の時にも絶対に中国には行くべきではないと思いました。個人的な自由を無視し報道を弾圧する国だからです。しかし中国人教授のとんでもない講義を聞いていると、中国がマスコミを弾圧する理由が分かったような気がしました。国民に中国という国が世界一の国だと騙しているのです。そして日本という国について嘘で国民を扇動しているのです。それに利用されているのは教授や医師、弁護士のように権力を持っていたり高い地位にある人たちです。彼らが日本と中国について嘘をつくと、中国国民はみんな騙されるしかないじゃないですか。
そんな事実を知るともっと腹が立ちました。でも私以外にも教授の講義に腹を立てている友人がいました。それで講義の途中で教室を飛び出すことで不満を表明し始めたんです。すると突然一人のアメリカ人の男子学生が教室から出ていく学生を阻止したんです。そしてこのままではこの教授は変わらないだろうし、これからもずっとこのような話をするだろうから、みんなそのまま席について、彼の言う通りだと思い、私たちは立ち上がりましたが、またそれぞれの席に戻って座り始めました。しかし席に座ったものの教授を説得する自信はありませんでした。そこで私たちを呼び止めた男子生徒がマイクを持って立ち上がり、私はアメリカ人です、私は中国と日本のことをよく知っています、教授は今中国と日本人の給料がどれくらい違うかご存知ですか？約7倍くらいの差があります。つまりそれぞれの国の現在の経済状況がどのようなものかを把握することができます。これだけの経済力の差があるのに中国が助けてあげないと日本はダメになるという話ですか？そして日本がダメになるという証拠は何ですか？私は実は中国に3年ほど住んでいた経験があります。教授が日本の今の状況とおっしゃっていたことは、すべて現在の中国の状況ではないでしょうか。中国に着くと、まず最初に目にするのは無秩序です。私は中国人が並んで順番を守っている姿を一度も見たことがありません。公共交通機関を利用するときはもちろん、行列を作らなければならないあらゆる場所で、中国人はただひたすら自分勝手に行動します。ある時、ある百貨店に欲しい商品が数量限定で入荷したと連絡があり、私は夜明けから百貨店の前で待っていて、やっと開店と同時にお店に行くことができました。その瞬間、私を押しのけて誰かが走って行って、私が行こうとしたお店に入ったんです。その人以外にも、たくさんの人が体当たりをしながらお店に入り、結局、体当たりした人が商品を買えたんです。結局、私は買えませんでした。それでも、中国人は申し訳なさとか、恥を知らない人たちです。それを一番大きく実感したのは、中国人の路上放尿です。これも教授が日本の姿だと言っていましたが、実は中国人の姿です。中国で路上でうんこをすることは、特別なことでもなく、不思議なことでもなく、よく見かけることです。彼らは急いでいるときは、ズボンを下ろします。そして、子供もトイレに行きたいと言ったら、その場でズボンを脱がせて、用を足させます。どこにでも排泄することに恥ずかしさもないのですが、子供だからといって、個人のプライバシーを守らせてあげないことに、さらに驚きました。実際、中国くらいなら離島でもなく、十分に文明を受け入れている国ですよね。でも、彼らは基本的に人間が持つべき恥ずかしさというものがない人たちです。だから、中国は未開の国と言わざるを得ないのです。中国人はお願いですから、路上でうんこをしないようにしてください。私が中国に住んでいた頃は、ある程度は慣れてしまって、路上でうんこをしているおじさんを見ても、何の違和感もなかったんです。ある日、私の両親が、私に会いに中国に来ました。二人で観光もしたいし、私が生活している姿を見たいということでした。両親は、中国の街並みを見て、今までこんなに危険で、汚いところに住んでいたのか、と憤慨していました。そして、観光地に行った時、とても驚くべきものを見たと、興奮していました。私が何を見たのかと尋ねると、二人はバスでうんちをした小学生の話をしました。子供がお腹が痛いと言ったら、一緒にいたお父さんが、床にトイレットペーパーを敷いて、子供にうんちをするように言ったそうです。みんなが見ているバスの中でです。両親はとても恥ずかしくて横を向いて避けていました。そして中国人の社会意識の低さを知ることができたそうです。そうして私の両親は中国で衝撃的なことを経験してアメリカに帰国し、それ以来中国にいる私に連絡するたびに早く中国から脱出してきてほしいと言い続けました。今はアメリカに戻った後も、私の両親は中国での経験をまるでお化け屋敷を経験したかのように話していますと話していました。その友人が私たちを止め、教授に話したのには理由がありました。彼は事実を知る人であり、
教授の嘘を暴くことができる人でした。そして、彼は教授の責任は非常に大きいと思います。嘘の情報を伝え、教育すべき教授が個人の意思で学生を扇動したのですから、私は教授の話も全部ビデオに撮りました。このままでは絶対にいけないと思うので、私は学校に知らせますし、教授は学校の懲戒処分を受けなければならないと思いますと、最後まではっきりと意見を言っていました。そして教授は結局何も言えずに逃げ出すように教室を出て行きました。私は今まで中国人のルームメイトに受けたストレスが一気に解消されたような気がしました。そして中国とは正反対の国である日本がとても気になり始めました。飼育員はどうしてあんな行動ができるの？ヨーロッパの飼育員が自分が世話をしていたパンダを見に中国まで行くことになりました。パンダを最もよく世話をしてくれると信じていた飼育員は中国の飼育員を見て驚きのあまり口をつぐんでしまいました。どんな話なのか一緒にご覧ください。こんにちは。イギリスで飼育員をしているリアムと申します。私は幼い頃から飼育員になるのが夢でした。もちろん基本的に動物が好きで、動物と一緒にいる時間が幸せだと考えていましたが、単に動物が好きという気持ちよりも、動物のために専門的な知識を持って世話をしたいと思うようになりました。そんなことを考えさせられたのは、私たちの学校に来た日本人がきっかけでした。中学生の時、動物と触れ合う授業がありました。その時間に、動物保護センターを運営されている方が、子犬を連れて学校に来られました。その方は、動物病院を運営されている、獣医でした。そして珍しくも、日本人でした。なぜイギリスで獣医をしているのかはわかりませんが、病院を運営されながら、動物保護センターも一緒に運営されているそうです。先生は、おとなしくて人慣れしている子犬を何匹か学校に連れてきて、その日、子供たちは、子犬と一緒に走ったり、撫でたりして遊ぶ時間を過ごしました。翌日は、教室で特別授業として生徒を集め、動物保護についての授業をしてくださいました。多くの動物が虐待を受けていることを知り、また、動物をどのように保護し、世話をするべきか、様々な話を聞くことができました。そして、無条件に動物を愛することよりも、動物に必要な正しい支援をする必要があることも学びました。そして、私はその時から目標を持って勉強し、最終的に、今のような飼育員の道を歩むことになりました。そうして私は、エジンバラ動物園で働き始めました。飼育員として働いてみると、思いもよらないほど、大変なことがたくさんありました。特に動物園の掃除の仕事は体力が必要で、動物たちが家庭で飼っている動物と違ってトイレのしつけができていないので、あちこちの排泄物をできるだけ早く片付けなければなりませんでした。体力仕事だということがわかりました。ところで当時、動物園には特別な動物がいました。それは中国のパンダでした。ご存知のように、パンダという動物は中国から貸し出しの形で連れてくる動物で、いつかまた中国に戻らなければならないということです。中国と他の国の外交の目的で貸し出される動物なので、イギリスだけでなく、パンダがどのように過ごしているのか、中国からの関心が非常に高かったのです。パンダの体調や行動を見て、飼育員がよく育てているのか、手入れが行き届いているかを判断する人がたくさんいました。中国人観光客はパンダの前で名前を連呼し続け、まるで自分たちがパンダの親かのような顔をしていました。とにかくパンダは人を引きつける特別な動物でした。そしていつかは中国に帰ることを知っていたので、さらに貴重な存在に感じました。私が最初に動物園で飼育員として働き始めた頃は、レッサーパンダや小猿を担当していました。小さくておとなしい動物だったので、大変だと思うよりも、毎日可愛い動物に会える、楽しみの方が大きかったんです。そして、ある時から、パンダを飼育するグループに入ることになりました。もちろん、それまでも、パンダの飼育場で、いろいろな仕事を手伝っていたのですが、実際に、パンダと一緒に生活することになりました。パンダは、大きな体格に似合わず、とても可愛くて愛らしいです。
イギリスにいたパンダのテンナティエンティエンとヨーコーヤングアンはイギリスで10年間滞在する予定でしたが、コロナ禍で2年間延長され、12年間も滞在することになりました。そのため、動物園の飼育員はみんなパンダと仲良くなり、愛嬌のある可愛いパンダを心から愛するようになりました。そんなある日、中国の飼育員さんたちが研修でイギリスを訪れることになりました。訪問の記念に動物園のあちこちを紹介することになり、パンダを見て中国の飼育員さんたちもとても喜んでくれました。そしてその日はみんなで集まって軽くお酒を飲みました。その時中国人飼育員は私たちにパンダをちゃんと世話してくれてありがとうという言葉をかけてくれました。私は正直その言葉を聞いて少し寂しかったです。長い間イギリスで家族のように育てて世話をしてきたのに、中国人飼育員はまるで自分たちのパンダを私たちが一時的に世話をしたかのように話しているようでした。すると突然、中国の飼育員たちが日本の悪口を言い始めたんです。あまりに唐突でしたが、何を言っているのか気になったので聞いていました。中国の飼育員たちは、日本にもパンダがいるが、日本の飼育員はパンダを虐待したり、乱暴に扱ったりするということです。私たち動物園の飼育員たちは、最初はその言葉を信じられませんでした。でも、中国人飼育員たちは、私たちが信じられないような顔をしていると、もっと積極的に日本のことを知らないみたいだから、本当のことを教えてあげようと、日本の飼育員について話してくれました。今、日本の経済は、本当に大変な状況です。完全に破綻しています。彼らは1日3食を食べることにも頭を悩ませています。日本人は仕事をしても給料がもらえないんです。実際の給料の半分しかもらえないとしても、それでも稼ごうと思って出勤するんです。そのため家賃を節約するためにホームレスになるサラリーマンが本当に多くなっています。だから日本に行って空港で最初に目にするのはスーツを着たホームレスの人たちです。昔は日本は裕福な国、優しい国と言われましたが、それは何十年も前の話です。今は日本の経済が崩壊したと思えばいいのです。だから当然動物園も被害を受けています。まず観覧客がいないから動物の管理ができないでいます。動物たちは飢えていて、一部は痩せて死んでいる動物もいます。ストレスが溜まった一部の動物はその場でぐるぐる回ったり、変な声を出したりすることもあるそうです。また凶暴になることもあり、飼育員はそばに近づくこともできなくなりました。しかし、もっと大きな問題は、動物園の運営が難しくなり、飼育員も次々と動物園を辞めていったことです。結局、残った飼育員の仕事量が多くなり、そのストレスはすべて動物に回ってしまい、飼育員が動物を虐待するようになったんです。その中には中国のパンダもいます。パンダは体格がいいので軽く殴るだけでは目立たないんです。そしておとなしい動物なので飼育員を攻撃することもありませんよね。日本の飼育員はそういうことをよく知っているのでパンダを虐待しているんです。パンダがいる環境も糞尿を毎日片付けないと感染症になることもあるんです。そして餌は少量です。余裕がないという理由でパンダの成長に必要な分だけ餌を提供できないんです。そのためパンダの体重が以前より減っているそうです。パンダはだんだん過敏になり、以前のように遊ぶ時間よりも隅っこで寝ている時間が多くなったそうです。外国から動物を連れてきて、そんな風に飼うなら返すべきだと思います。それなのに日本の飼育員は何度も論争になっているにもかかわらず、自分たちは絶対にそんなことはしていないと言って、その度に悔しがっています。でも状況から見て日本のパンダは虐待されているのは明らかです。だから私たちは日本の飼育員が大嫌いなんですと話していました。そしてでも不思議なことに、日本のメディアではそんな話は一切出てこないんです。むしろパンダが大好きで可愛いという話しか出てこないんです。日本人がどれだけ国民を騙し、洗脳しているのか、本当に悔しいです。私たちが聞いた話は一つも出てこないんです。だから他の国の人が見たら、日本人をよく思うしかない状況なんです。こんな風に国民を洗脳するのは、
本当に驚きで恐ろしいと思うほどですと、とても堂々と話していたので、私たちも中国人飼育員の話を信じてしまいました。そして私もその話を聞いてから、なぜか日本人飼育員が嫌いになりました。私の心がこれだけ動揺しているのだから、中国人飼育員はもっと動揺しているかもしれないと思いました。そうして中国人飼育員は中国に戻ることになりました。私はその日から日本人飼育員に不満がたまり始め、ちょっと困ったこともありました。私が立派な飼育員になりたいと思ったのも日本人の先生のおかげだったのに、その先生とはあまりにも違う日本人がいるんだと思いました。私はもっと一生懸命日本の飼育員による虐待の映像を探そうとしましたが、不思議なことに中国の飼育員が話していたような虐待の映像は全く見当たりませんでした。むしろ日本のパンダは外見上は決して虐待されている様子はありませんでした。日本人の飼育員はいつも優しく愛らしい顔でパンダに接しているのです。そして日本人観覧客も日本のパンダのシャンシャンをとても可愛がっている姿しか見当たりませんでした。それでも私が日本人飼育員を疑って証拠を探そうとしたのは、まさか中国人飼育員がパンダのために最善を尽くしている外国の飼育員を疑って憎むことはないだろうと思ったからです。だから中国人飼育員の言葉を信じていたのです。しかし私は結局日本人飼育員が日本のパンダシャンシャンを虐待している映像は見つけられませんでした。そうして時間が経った後、私は動物園から特別な賞をもらうことになりました。勤務態度が誠実であることが認められたのです。その商品で中国旅行に行くことができました。そして中国にあるパンダの基地で特別見学をすることもできました。私は海外旅行をするのも嬉しかったのですが、パンダの基地がどのように運営されているのか見ることができるのがもっと嬉しかったです。そうして私は中国に行くことになりました。しかし、中国に到着した私は少し驚きました。私は中国について何も知らなかったのです。ただ、以前イギリスを訪れた飼育員から聞いたことが全てでした。中国はとても発展した豊かな国なので、空港に到着した時から驚きの連続だと聞いたのですが、私が中国空港で最初に感じたのは息苦しい空港の空気でした。また中国に到着してからまるで喧嘩をしているような大きな中国人の声で耳が痛くなるくらいでした。私はまず宿に荷物を置いてパンダ基地は翌日に行くことにしました。そして翌日、空が明るくなってすぐにパンダを見に行きました。事前に話をしていたので、単に遠くから見守る見学ではなく、実際に飼育員と一緒に一日仕事をしながら過ごすことができました。私は中国でパンダを見るということは特別な意味のあることだと感じました。その時、飼育場にいたパンダは他の国に送られ、中国に戻されたパンダでした。私はパンダを見られると思うと少し緊張しました。そうしてパンダのいる飼育場へ向かっていたのですが、その時、とてもびっくりする光景を目撃してしまいました。パンダが悲鳴を上げているような音が聞こえたのです。近づいてみると、パンダは飼育場の隅にしゃがみ込んでいて、飼育員が掃除していたほうきを持っていました。その姿だけ見ると、パンダがほうきを見て怖がっているような様子でしたが、そんなことはないだろうと思い、ただの遊びの一つだと思い、気にしませんでした。しかし、そのパンダの基地で、数日間、私が見たのは、すべてとんでもない行動でした。ある時は、パンダが竹を食べている最中に、飼育員が、パンダの頭に、他の竹を投げたのです。すると食事をしていたパンダは、飛んでくる竹に当たり、驚いたパンダは、その場から逃げてしまいました。そして、遠くから見ると、飼育員がシャベルでパンダを殴っているような様子が見えました。私はまさかと思い、現地に行ってみることになったのですが、間近で見たパンダの姿は、驚愕するほどでした。放し飼い場からパンダが出ると、すぐにその後ろから飼育員さんがついてきて、実際に、シャベルでパンダの頭を殴っていたのです。遠くから見ていたのは、私の見間違いではありませんでした。それも一度や二度ではなく、パンダは何度も何度も殴られました。その時、私を見て驚いた飼育員さんは、自分がいつ殴ったのかというように、
突然パンダを抱きかかえて連れて行ってくれました。そして調べてみると、中国の飼育員によるパンダの虐待は珍しいことではありませんでした。中国を旅して何人かの中国人に会ったのですが、彼らはすでにパンダ基地でパンダをどれだけ虐待しているのか知っていました。パンダが大きくてずんぐりむっくりしていておとなしいので、殴りやすいそうです。それなのに、他の国の人が文句を言うこと自体を嫌うんです。自分の国の動物をちゃんと世話しているのかと。だから、シャベルでパンダを殴るのを見た日も、やっぱり私が見て驚いただけで、そういうことはよくあることだそうです。外国にパンダを送るときは、中国の大切な動物と言いながら、どれだけ大切に育てているのかアピールして厳しく監視し、逆に中国に戻ったパンダは虐待したり、乱暴に扱ったりしていたのです。私は中国のそんな姿に、とても大きな失望をしました。宿に戻った私は、日本の飼育員たちの映像を再生しました。再び映像を見ると、本当に真摯にパンダの世話をしている様子が目に浮かびました。日本人は本当に大切にパンダを扱っていて、パンダも飼育員たちと交流している様子が感じられました。そして私は大きな罪悪感に苛まれました。このように友達、あるいは親子のように大切に育てている日本人飼育員のことをよく知らずに、中国人の言葉だけを聞いて非難していたことを思い出しました。本当に心から家族のように育てていた日本人飼育員に申し訳ない気持ちも芽生え、日本人への誤解もすっかり解けました。そしてこの機会に中国に行くことができれば、直接行って彼らが動物に接することを実際に学びたいと思いました。今、私たちをどこに連れてきたんですか？バスの中でぐっすりと寝ていた外国人女性がいます。突然バスを止めると、運転手は女性に近づき、すぐに降りるように言います。寝ている間に、ひどい目に遭った女性は、今何をしているんだと、大声を出します。周りの他のお客さんは、誰も彼女を助けてくれません。一体、このバスの中では、何が起こったのでしょうか？お便りを一緒にご覧いただきましょう。こんにちは。私はイギリスでバスの運転手として働いているリリーです。私は珍しいですが、女性のバスの運転手です。周りにはバスの運転手を夢見ていた人はいないようですが、私は珍しくも幼い頃からバスの運転手として働きたいと思っていました。両親は幼い頃、わけもわからず言っている話だと思って笑っていましたが、高校の時もバスの運転手になりたいと言っていたので、ちゃんと将来のことを考えろと言われました。私もどうしてそこまで考えていたのかわかりません。ただ幼い頃、素敵だと思っていたバスの運転手さんに憧れ、それ以来、その夢が当たり前だと思って育ったのかもしれません。私は幼稚園に母とバスに乗って通っていました。幼稚園のバス路線が通らないところに住んでいたので、毎朝、母は私の手をつないで、バスに乗りました。その時間を担当している運転手さんが、とても親切だったのを覚えています。ある日、私たちの前に、杖をついて乗ろうとするおばあさんがいました。不安そうに足を上げるおばあさんを見た運転手さんは、すぐにバスから降りると、おばあさんをさっと抱いて乗るんです。そして、楽な席に座らせて出発しました。その記憶が、私にはあまりにも鮮明に残っていて、その時から、バスの運転手は、私にとって、ヒーローのような存在でした。正直、バスの運転手は、学歴が重要ではない職業です。免許と一緒に、健康確認書類を提出した後は、バスの運転手になるために、運転学校で教育を受けたら、資格証がもらえます。だからといって、私が勉強を怠っていたわけではありません。成績もかなり良かったので、いい大学に行けるほどでした。しかし、そういう理由もあり、親の反対が大きかったです。むしろもともと勉強ができなかったら良かったのに、勉強ができたので、かなり期待されていました。両親の大きな反対にもかかわらず、私は小さい頃からの夢だということを、よく知っているでしょう。私はバスの運転手をして、たくさんの乗客に会って、明るく挨拶をしたいと話し、
しまいには両親との関係もぎこちなくなるほどでした。しかし結局、両親は私の意地に負けました。私は運転手の中でも年下で、美しいバスの運転手として有名になりました。人々の中には、化粧をして、綺麗に着飾ってバスの運転手をすると、女性を商品化していると、悪口を言う人もいました。しかし、私は彼らの言葉には興味もありませんでした。私は、単にバスを運転するだけではなく、バス環境を改善することに興味を持っていました。親切で乗客の安全を重視する運転手、秩序とエチケットを守る乗客、不便なことを解決してくれる、バス会社の協力が成り立つことを願っていました。私は、私と同じ考えのバス運転手の集まりも主催していました。しかし、大げさなバス運転手組合とは違い、軽く集まってお互いの状況を尋ね、経験を語る程度の軽い同好会のようなものです。私たちは、1、2ヶ月に1回集まって、美味しいものも食べて、いろんな経験を話しながら、ストレスを解消したりもしました。今回、ある運転手さんが日本に行ってきたんですが、バスに乗ってみて、気絶しそうになったという話をしたんです。バス自体もそうですが、日本のバスの運転手さんの行動が素晴らしかったと言いながら、ぜひ一度みんなで一緒に行きたいという話をされていました。私たちは、話が出たついでに、ぜひ行ってみようという方向で、意見が出始めました。毎回こうやって会うのではなく、ちょっと雰囲気を変えて、海外旅行に行くつもりで、日本に行ってみようという方がいたんです。私たちは、都合と時間がある人から予定を組み始めました。私は、先に行くチームになり、その後に続いて、5チームが順番に行くことにしました。私たちは、日本の有名な観光地を選び、これを移動するのに、バスを利用することにしました。ところが、この旅行にも、一部の会員は、心よく思っていない人もいました。生まれて初めての海外旅行に、日本はちょっといまいちだという人がいたんです。未だにヨーロッパでは、アジアはすべて発展途上国で、時代遅れだと考える人がかなりいます。道路整備もよくできていないし、施設も古臭く不便だと思っています。そして、人もまた、ヨーロッパやアメリカ人より、学力が低くて愚かだとまで考える人もいます。特に年配の人の場合は、日本の文化に接したこともないし、日本という国をよく知らない方が多いんです。それで運転手の中でも、日本に対して若い人たちは熱狂するほど好きな反面、地方の小さな町にいたり、お年寄りの間では行きたくないという話がちょっと出てきました。では、その人たちは行かなければいいのではと思いますが、何かきっかけがないと、海外旅行をするのが簡単ではありません。特に中年になると、外国に行くことが怖くて、挑戦できない人が多いんです。それで、今回若い人たちが、全部取りまとめて計画まで立ててくれる旅行を利用して、海外旅行に行こうという趣旨なので、その気持ちが理解できました。そこで、年代をまんべんなく混ぜて、チームを組んだりもしました。そうして私たちは日本に出発することになりました。初めて飛行機に乗る人もいて、緊張もしてワクワクもしていました。そうして到着した日本の空港で、私たちの会員たちは、皆黙って立っていました。想像とはあまりにも違ったんです。特に日本は発展途上国だと思っていた大人たちが、一番驚いていました。イギリスの空港より、ずっと大きくて良かったんですよ。入国審査でも、英語が上手な日本人職員を見ながら、ずっと唖然とした表情をしていました。私は日本は初めてですが、海外旅行は何度か経験があります。でも、私もやはり、日本がこれほどだとは思わなかったので、驚きはしました。そして、入国審査も、職員たちの仕事の処理速度が、本当に早かったです。アメリカに旅行に行った時、職員が顔をしかめて、パスポートを検査していたので、わけもなく、緊張したことがあったんです。その職員は、他の職員と私語をしたりもしていたので、審査を終えるのにも、かなり長くかかりました。ところが、日本の職員は大勢ました。並んでくださいと案内する時も微笑みながら、柔らかい口調で話すんです。私たちは、ワクワクしながらバスに乗るために外に出ました。バス停で、バスを待っていたら、すぐ横に不思議な列が見えたんです。スーツケースが一列にずらっと並んでいました。私たちは、そのスーツケースが何なのか気になりました。
スーツケースを売るために置いているのではないかといった人もいました。種類や大きさ別に並んでいたので、本当にそんな気もしました。私たちの話を聞いたのか、ガイドさんは微笑みながら、あのスーツケースは持ち主がいるスーツケースで、バスの到着時間まで時間があるので、持ち主が直接並ぶ代わりに、スーツケースを置いているんですと言いました。持ち主たちは、天気も暑いので、スーツケースを置いて、空港の建物の中に入っていたのです。それを聞いた途端、私たちは皆嘘ではないかという反応を示しました。普通は、自分のスーツケースを誰かが盗んでいくのではないかと、気を引き締めて守ります。しかし、スーツケースだけ置いて、空港の中に入っていったなんて、想像もできません。私たちは驚いて、ガイドさんに誰かが持っていきませんか？建物の中にいれば、スーツケースを誰が持って行ってもわからないのに、どうしてあんなことができるんですか？誰かが見守っているんですか？と聞きました。ガイドさんは、日本ではああやってスーツケースが置いてあっても、誰も盗んでいきません。バスが来る時間に自然に出てきて、スーツケースの持ち主順に、スーツケースを持って、バスに乗ればいいんです。日本人が他国に行って、スリのターゲットになる理由もそうなんです。日本では、あまりにもそういう犯罪がないので、日本人は、自分のものをあからさまに置いておくことが多いんですよ。しかし、他の国では、すべてがスリ犯の標的になるのですと話しました。私たちは、驚いた目でスーツケースを見つめながら、私たちが予約したバスに乗りました。ところが、バスの中では、外よりも驚くべき光景を見ることができました。乗った瞬間、バスの座席に驚きました。リビングにある良いソファのように、体を優しく包んでくれるような座席になっていました。そして、バスの中は、エアコンが効いていて、とても涼しかったです。イギリスの公共交通機関には、エアコンがありません。新しいものの中には、冷暖房機能があると聞いたこともありますが、私たちは一度も乗ったことがありません。今まで何十年もの間、夏にバスに乗ると汗まみれになっていました。それで誰かに会いに行くときは、バスに乗らずにタクシーに乗ったり、歩いて行って汗をかいたりするときもありました。ところが、日本のすべての公共交通機関は、冷暖房施設が整っていると聞きました。ガイドさんは、私たちが、バス運転手同好会から来たことを事前に知っていたので、バスに乗って、すぐにバスの機能を説明しました。私たちが乗ったバスは、目的地まで運行する高速バスで、座席は足を伸ばすことができ、後ろに倒して寝ることもできました。それだけでなく、座席にはそれぞれクーリングシステムが内蔵されていました。この機能は座席から冷たい風が出ることでした。自分が涼しくしたい分だけ風を当てることができるのです。また、前には簡易テーブルがあって、必要であればテーブルを出して、ノートパソコンなどの作業をすることもできるようになっていました。もちろん、ノートパソコンや携帯電話を充電できるように電源もありました。ガイドさんは最後に座席の横のボタンを見ながら、これはトイレに行きたいことを知らせるための緊急ボタンだと説明してくれました。私たちは皆驚きましたが、一番驚いてたのは日本が発展途上国の貧しい国だと言っていた人たちでした。彼らは慌てた表情を浮かべながら、どうしてこんな先進国の国があったのに、今まで全く知らなかったんだろうと驚いていました。それに日本に来てよかったいうことまで話していました。私はバスの運転手さんを詳しく観察しました。運転手さんは私たちがバスに乗るとき、一人一人に親切に挨拶をして、ガイドさんが説明するときは微笑んでいました。そしてバスが出発する前に乗客に向かって黙礼をしながら目的地まで安全にお届けします。それまで楽に休んでください。では出発しますと案内してから出発していました。運転手さんの運転の実力も素晴らしかったです。急停車と急発進は一度もなく、信号違反もありませんでした。当然、スピード違反や危険な追い越しなどはしません。運転手さんの快適な運転は、メンバー全員が感嘆するほどでした。しばらく、運転手さんの運転する姿を見ていた会員たちは、一人二人と眠り始めました。快適で楽な椅子に座ると、私も自然に目が閉じていました。そのように死んだように眠りについたとき、一
急に誰かが私を起こすんです。その声が眠っていた私には焦っているように聞こえたので、私は一瞬何が起きたのかと思って目を覚ました。その瞬間、ガイドさんが道の駅と叫ぶ声が聞こえたんです。私はこれがどういう意味なのか全くわかりませんでした。その時、ガイドさんは私にここは休憩所です。ここで1時間滞在する予定なので、早く降りてくださいと言うのです。私は一瞬、なぜサービスエリアなんかに1時間も滞在するのかとイラッとしました。車から降りると、すでに全ての会員たちは降りていて、私が降りるのを待っていました。私たちを集めてガイドさんは、ここは道の駅という休憩所です。こういうところは多分初めてご覧になると思います。世界のどこにもこのようなサービスエリアはないと聞いています。ここでは一日中時間を過ごすこともできますが、私たちは次の目的地があるので、1時間だけ過ごしてからまたバスに来てくださいと言っていました。その瞬間、私は自分の目をこすりながら何度も見ました。遠くにアトラクションが見えたんですよ。確かに休憩所だと説明を聞いたのですが、今私たちが降りたのは、大型ショッピングモールや乗り物、ホテル、温泉などがある一つの大きな街のようなところでした。私たちが知っているサービスエリアは、道端に小さなコンビニやガソリンスタンド、トイレ、そんな姿です。さらにそういう休憩室のトイレは、汚くて水も出ないところがたくさんあります。仕方なくガソリンを入れたり、急いでいる時だけに利用するところが、私たちが知っているサービスエリアです。ところが、日本の道の駅は、全く違っていました。こういう姿の日本の道の駅は、すでに数十年前にできたものだと言っていました。人口が減って消滅する状況に直面した地域が、これを解決する方法として作ったそうです。この道の駅は、地域経済を立て直すために、様々な施設を作り、今では田舎の特産品を流通販売する重要な拠点になったそうです。正直、このサービスエリアだけを見ても、今私たちが運行している街よりもかなり発展している姿でした。私たちはその日、宿舎に帰って一日の日程を整理しながら多くの意見を交わしました。一番多く出た意見は、日本がこんなに先進国だとは知らなかったという話で、それでこれまで無知だった自分が恥ずかしいと反省する人が多かったです。私も日本という国がこんなにインフラが発展している国だということにとても驚きました。どこへでも好きなところには行けたし、田舎や山奥のような地域は大型休憩所を作って観光客を誘致しながら交通を発達させるアイデアは天才的だと思いました。そして空港の職員たちとバスの運転手さん、ガイドさん見て、日本人たちの親切さと礼儀についてたくさん学びました。いつも相手を尊重し、自分のやるべきことを完璧にやり遂げる真のプロに見えたんです。私たちのメンバーは皆、イギリスに帰ったら乗客にもっと親切でフレンドリーに接することにしました。そんな意味で、今回の日本旅行は私たち皆にとって本当に楽しくて意味のある旅行になりました。ありがとうございました。今すぐ私のカバンから手を離してください。イギリスの有名な広場で叫んでいる東洋人女性たちがいます。その後ろにいたイギリス人男性は、彼女たちをすぐにでも一発殴りそうな顔をしていて、女性たちの一人の腕をつかみました。みんなこの女性が悪いと言って、結局警察まで来て、女性たちを捕まえようとした瞬間、東洋人女性の一人が、自分たちの正体を明らかにします。すると、周りの人たちは、驚いて一歩退き、イギリス人男性も腕を離します。一体、この東洋人女性たちの正体は誰だったのでしょうか。彼らの隠された事情を一緒に見てみましょう。こんにちは。私は中国人のシャオリンと申します。私の家族は今、日本に住んでいて、日本に住んで10年が過ぎました。私が9歳の時まで、私の家は中国の都市で小さなレストランを経営していました。祖母の時から経営していた食堂なので、常連客もかなりいましたが、あまりにも小さな食堂で、建物もかなり古いところなので、売上が多くはありませんでした。私の家族は、やっと食べていける程度で、余裕を持って生活したことはありません。ところがある日、母が日本に仕事に行こうという話をしたんです。
当時、私の叔父は日本に行って仕事をしていて、日本の女性と出会って結婚したんです。その後、日本で自転車店をしながら、生計を立てていました。母がとても苦労している姿を見て、最初はいくらかお金を送ってくれたりもしたんですが、事業がますますうまくいき、経済的に余裕のある生活をしているので、結局、母にも日本に来て仕事をするのはどうかとおっしゃったんです。母は以前、叔父が日本に行くときに、一緒に行こうと準備をしていて、私を妊娠したので、諦めたんです。ところが、叔父が大金を稼いでいるのを見て、かなり後悔して悔しかったそうです。それで、私が8歳になったとき、父に私を任せて、叔父がいる日本に行くことを決めたんです。母は、私の教育に対して、関心が高い方でしたが、家庭の事情で塾にも通わせず、家庭教師もさせてあげられないので、そのように決心をされたようです。幸いなことに、すでに叔父が日本で安定的に暮らしていたので、少しは気楽で心配なく行って働くことができました。父は母なしで私を育て、店も運営しました。母が他のところに行って苦労するので、父も熱心に生きなければならないと言いながら、本当に熱心に暮らしていました。そのため、私たちはすぐに生活に余裕が生まれました。母が送ってくれるお金がかなり多かったので、私が食べたいものを食べることができたし、学校の近くの塾にも通うことができました。母は最初は稼いだお金で塾に通わせられて、とても嬉しいと言っていましたが、時間が経つにつれて、母は私を日本で育てたいとよく言っていました。そして、私の教育資金のために日本に行ったのですが、むしろ私がまだ幼いのに、母と離れていなければならないということが、ずっと気になっていたということです。それで、両親は真剣に話し合い、結局、店を片付けて、家族全員が日本で暮らすことにしました。祖母の時からやっていた店なので、閉店するにはもったいないとおっしゃっていましたが、どんどん収入が減ってしまい、どちらにしろこれから維持するのも大変でした。結局、母が日本に行ってから1年で、私の家族はみんな日本に行くことになりました。そうして、私の家族が日本生活を始めることになりました。日本語が全くわからない状態だったので、最初は家族みんな大変でした。特に私の場合は、授業時間に先生の言うことを一つも聞き取れないんですよ。それで授業が終わってからは、日本語の塾に通いながら勉強をしました。日本人のおばさんも、私に日本語を教えてくれるために、かなり苦労していました。今振り返っても、あの時が一番大変だったと思います。学校に行くと、友達は私のことをたくさん気遣ってくれて、声もかけてくれたのですが、私が一つも聞き取れないから、だんだん遠ざかっていくような気がしました。それで、友達と親しくなるために、本当に熱心に日本語を学びました。とてもありがたかったのは、先生たちがいつも授業内容を要約したプリントをくださったことです。私はそのプリントを、日本語の先生と一緒に、中国語に翻訳をしながら、日本語も学んで授業も理解し始めました。私は中国にいる時は、塾に行くのが大嫌いでした。父は、食堂の仕事で、忙しい時にも、毎回私の塾の時間をチェックしてくれましたが、父が私の塾に行く時間を忘れて欲しいとも思いました。でも、日本に来てからは、自分で友達と遊ぶ時にもどかしくて、誰かに仕向けられなくても、自分で進んで勉強するようになりました。そのように、完全に集中して、熱心に日本語の勉強をしてみると、日本に住んで1年くらいが過ぎた時には、日本に来て、10年経つ叔父より、もっと上手になっていました。私は、文章も完璧に書けると思いましたが、叔父は、文章が下手だったんです。叔母はいつも私に本当に賢いと褒めてくれました。そうやって、中国語を使う機会がほとんどなくなると、いつの間にか、私は日本語で話すのが楽で慣れました。中学校、高校まで通い、私と親しくない友達は、私が中国人だということも知らない友達の方が多いほどでした。さらに、私自身も中国で暮らした年月より、日本で暮らした年月の方が長くなり、日本の文化に完全に慣れてきたから、普段は中国人ということも忘れて過ごしていたんです。それに大学に入ってからは、家からも独立して、寮生活をしました。
それで、たまに家に帰って、両親が中国語を話す姿を見ると、どこかぎこちない感じがしました。ところがある日、学校に中国から新しい生徒が二人来ていました。中国から交換留学生として来た友達でした。私は中国人の友達がいないので、とても不思議でもあり、嬉しくもありました。気まずそうな友達のところに行って、中国語で挨拶をすると、緊張が少し緩んだようでした。そして、私が中国で生まれたことを話すと、とても喜んでいました。私は、私が初めて来日した日を思い出して、優しくしてあげたかったです。でも、この子たちは、当時の私とは、ちょっと違うんです。日本語が上手ではなくても、会話はできる程度でした。聞いてみたら、中国にいた時に、日本語の授業に参加して、日本語を学び、日本に来る前は、塾にも通っていたそうです。私たち3人はすぐに親しくなりました。中国人の友達も、私を通じて、日本の友達とも付き合うようになりました。私は、すべての生活習慣が、日本人と同じだったので、中国を懐かしんだり、また行きたいと思ったりしなかったんです。ところが、中国人の友達たちと話をしているうちに、私が幼い頃、遊んでいた町や、一緒に遊んでいた友達たちが思い出され、中国が恋しくなったりもしました。中国人の友達と、私が気が合った理由があります。普通、日本に来た中国人は、プライドが高すぎるというか、日本の発展した姿や、良い姿を見ても認めている様子を見たことがありません。いいものを見ても、中国はもっといいものが多いよという風に言うんですよ。そして、自分たちが日本語を話すことを、少し恥ずかしがる人もいます。日本語で話すことは、中国人として、プライドを捨てると思っているようでした。でも、私の友達たちは、そんな様子はありませんでした。日本に来て、不思議なことを見ても、思う存分表現したり、中国の不便な点や良くない行動は、自然に認めて受け入れる友達です。それでも、自分たちは中国を愛していると、堂々と話す姿を見ると、本当に見ていて、気分が良かったです。それで、他の中国人とは話せない話もたくさんしました。ある友達は、私は日本に来る前に、日本に行くという度に悪口を言われた。学ぶことも一つもない日本に何しに行くのかと言われたの。日本にあるものは、すべて中国にもあるし、日本は見るものも一つもない国だって。それに、日本人たちは、みんな冷静で個人主義だから、他の国の人たちを受け入れないらしいよ。特に中国人は嫌われているから、中国人を見ると、卵を投げたり、悪口を言ったりして、通り過ぎるんだって。その話のせいで、実は初めて日本に来た時は、怖かったのと、大きな声で笑ったんです。すると、他の友達が続けてでも、日本に来てみたら、人がとても親切だったの。うちの両親は、学校に行った初日、友達にいじめられたり、ひどい目にあったりするのではないかと、すごく心配していたんだ。でも、友達はみんなとても親切で、私たちが中国から来たと言ったら、翻訳アプリまで使ってくれて、私たちを気遣ってくれたって話したら、すごく戸惑っていた。両親も、他の人の話を聞いて信じていたようだと言っていました。そのような会話をしているうちに、中国ではよく他国の人々を非難し、排斥しているということを感じるようになりました。そして、こんな会話をしながら、私も心が落ち着くのを感じたりもしました。中国についての悪い話を、日本の友達とするのは、ちょっと嫌だったんです。でも、中国人同士で打ち解けて、そういう話ができてよかったです。私は、友達に休みの時、私も一緒に中国に行きたいと言いました。幼い時に、日本に来てから、一度も中国に行ったことがなかったんです。すると友達は、自分たちが交換留学生を終えて、中国に帰った後、私に一人で来てと言い、話が出たついでに、休みの時にヨーロッパに旅行に行こうと言っていました。いつかヨーロッパ旅行に行くのが夢ですが、私と一緒に3人で勇気を出していこうというのです。私もヨーロッパに旅行に行きたかったですが、大学を卒業してから行こうと思っていたんです。でも、このように気の合う友達に会ったので、ちょっと早く行ってみるのも悪くないと思いました。そうして私たちは、次の休みにヨーロッパ旅行に行くために、アルバイトをし始めました。実は、両親に言えば、旅費を出してくれるかもしれませんが、全額出してもらうのは嫌だったので、
少しでも稼ぐために仕事をすることにしたんです。旅費だと思うときつくても我慢できるし、できることがあればもっと働いてもっとたくさんお金を稼ぎたいと思いました。いつの間にか出発日になり、私たちはワクワクしながらヨーロッパに立ちました。でも、とても不思議なのが、私たちだけで会話するときは、日本語で会話をしていたんです。多分、私が何度も日本語で話すから、そうだと思います。だから私はごめんね、無意識に日本語で喋っちゃう。中国語で話すねと言うと、友達はいや、そうしてくれた方が、日本語も上達するから、むしろ助かる。日本語で話して、もし聞き取れなかったら、聞き返すからと言っていました。私たちは、観光地を見て回りながら、とても楽しかったです。そうしているうちにある、飴屋に立ち寄った時、不思議な経験をしました。外から見ると、綺麗な飴がいっぱいあるお店がありました。とても楽しくて、飴屋さんに入ってみました。私たちが入ると、店員とお客さんが警戒する目つきで私たちを見るんです。その時、ヨーロッパ人が東洋人を差別するという話を聞いたことを思い出しました。その瞬間に、私の友達が静かにさよならと言って振り向いていこうとした瞬間に、店員の表情が変わり、日本人なのかと聞かれました。私たちは慌てて、そうだと言ってしまったのです。すると、申し訳ないと言いながら入ってこいというのです。私たちは何が起きているのか把握できませんでした。焦っていて飴も目に入らずすぐに出てきました。そして店を出てドアに中国人立ち入り禁止と書いてある案内文が目に入りました。私たちはあまり気分が良くありませんでした。そしてどこでも日本人は歓迎されるということも知りました。私たちは近くのカフェで飲み物とデザートを食べ、少し気分転換した後、アクセサリーショップに行きました。そこでまた綺麗なものを見ていると、さっきのことは忘れていました。そうやって見物をしながら、両親のプレゼントを買うために、午前中に見つけたスカーフ店に行こうと、店を出ました。少し経って、急にアクセサリー店の主人がついてきて、私の友達のカバンを掴むんです。とても驚いて振り返った瞬間、いつの間にか、保安警察まで来て、友達のカバンを開けようとしたんですよ。友達はカバンを奪われ床に倒れてしまいました。私がいくら警察と店員に言っても頑として私たちを疑いカバンとポケットを検査すると言うんです。私はその瞬間友達たちにこの人たち私たちに何するつもりなのと言いました。私が話をした途端警察が突然カバンから手を離し一歩ずつ後ろに下がるんです。私の友達はこの状況に突然日本語で今この人たちが私たちを中国人だと思って盗みをしたと疑っているようだけどあなたが日本語を話したから驚いたようだと話したんです。その瞬間警察は私たちに日本人なのかと尋ねました。私は日本人だと大声で叫んだ後店主に向かって私たちが盗んだという証拠があるのかと聞き証拠がなければあなたを今すぐ警察に連れて行ってやると言ってひどく怒りました。するとアクセサリー店の店主はすぐに私たちに謝罪し実は中国人が観光に来ると物がたくさんなくなるのでいつも注意を払っています。お店ではお客さんが話している姿を近くで見なかったので日本語を話すことを知らずに中国人だと思いました。ところが見物をしていて急に出て行かれたのでやはり物を盗んだのだろうと思いました。今までこういう状況だと絶対に物を盗んで出て行くんですよ。本当にごめんなさいと言っていました。私たちは警察署に行けば私たちもパスポートを提示して調査を受けなければならないのでそのまま許してあげるしかありませんでした。そして店長がすぐに謝罪をしたので今回は許すと言いました。私たちだけで日本語を話す姿を見ていた外国人たちも私たちが警察に話しているのを見て日本人だと思うと話していました。この出来事に私たちはとても驚いてこれ以上観光する余裕がありませんでした。まっすぐホテルに戻ってきてシャワーを浴びて休むためにベッドに横になりました。その日一日経験したことを思うとあまりにも苦々しくもあり
心から日本人が羨ましくもありました。やはり日本は真の先進国だということをヨーロッパに来て切実に感じるようになりました。日本人ということだけで人々の好意を受けることができ、危機を乗り越えることもできることは全く想像もできなかったことでした。そして他の国を旅行するとき、自分の国が与えるイメージが非常に重要だということもまた大きく感じた一日でした。ありがとうございます。